7月16日、松阪関税会が松阪市教育委員会を訪れ、中田教育長へクリアファイルを贈呈しました。松阪関税会は、松阪税務署管内にある消費税などの間接税の納税者で組織する団体です。この取り組みは子どもたちに税について関心を持ってもらおうと、小学5年生、6年生、中学生を対象に毎年世界の消費税などを記したクリアファイルを贈呈しています。この日は松阪関税会の木瀬ミドル会長をはじめ3人が松阪市教育委員会を訪れました。木瀬会長は子どもたちの税の教育に役立てていただきたいと話し、中田教育長へクリアファイル7500部を手渡しました。じゃあちょっとこちらを今度向いていただき、じゃあ中日新聞です、お願いします。贈呈を受け中田教育長は、学校へのエアコン導入も税金あってのもの、税について子どもたちにしっかり伝えますと感謝を述べました。はい、税金の使い道など教育に役立ててもらいたいですね。